皆さんごきげんよう。安桃ミュージックアワードのお時間です。コミキット切ってないです。はい、司会は私安武と桃がお送りします。はい、じゃあ桃ちゃん、番組の紹介をお願いしていいかな。はい、この番組は視聴者からのリクエストにお応えする音楽エンターテインメント番組です。今日も素敵なゲストの方にお越しいただいております。はい、ありがとう。じゃあ早速行ってみましょう。LL ウッドさんで曲は白い恋人、どうぞ。バラ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 、どこかに眠ってるあなたを見てる私の心を癒してくれるあなたは白い恋人。はい、じゃあ今日は、スノーカムパーカー特集です。安武の部屋行ってみましょう。はい、YouTube をご覧の皆様、ワイパーの安武です。エルルットです。モモです。はい、やってまいりました、安武の部屋ということで、はい、安武の部屋ですね。そう、はい、今日はですね、もうお二人来ていただいてるんですけど、米軍 の、 スノーカムパーカーが久々にですね、はい、もう前回入ってきた時に、はい、もう多分ないんじゃないかって言ってたんですけど、うん、今回も本当奇跡的にまた入荷してます。でサイズがですね、一応XL サイズでの入荷にはなってるんですけれども、はい、まあスノーカムパーカーっていうのがまあその名の通り米軍で雪の中 で、 ね、身を隠すために使われてた、まあ、上から羽織るパーカーになるんですけど、うん、はい、これがですね、一応米軍で採用されたのが1950年代から採用されてます。で当初はですね、コットン 100% の素材だったんですけれども、今回入荷したのは、コットンナイロンのものになります。じゃあ1970年代あたりからそのナイロン梱包のものが使われだしたらしようなんですけれども、まあ、言ってしまえば後継型にはなるんですけど、まあ、コットンに、まあ、ナイロンが入ることで、もちろん生地の強度が増しているのと、あとですね、ちょっと撥水性なんかもあったりします。はい、はい、なんでちょっと軽くレインコートとかですね、そういう感じで使っていただいてもいいんですけど、はい、まあどうですかね、コーデのポイントなんかが、はい、まあ、これをこういうコーデのポイントというか、まあ、昨今やっぱりね M65 がなかなか価格高騰する中で、ネクストやっぱその65の持つコートのようなものを求めてる人多いと思うので、ね、うん、その中でやっぱタイトしてるのがこのスノーカモとあとナイトデラとかっていうのはシルエットが非常になんで、まあ、持つコートに似てるので、自分はもう単純にあれですね、もう雨かぎに合わせてしっくり切ってるようなそんな感じです。そうですね、ですね、もうフィッシュテール、もうそうですね、まさにシルエットはフィッシュテールの感じなんで、もう、うん、袖なんかも、そう、そうですね、ここのなんかねシルエットとかも非常になんか、はい、もう結構似てるので使い勝手はかなりいいんじゃないかなと思います。はい、でまあこれ今日はモモにも来てもらってるんですけど、うん、そうですね、インスタとかでちょっとスノーカモで検索したら結構レディースでコーデされてる方が、うん、はい、ゆったりしてるから、そう、そうなんですね、うん、まあ米軍だけじゃなくてスウェーデンのスノーカモだとか、あとイタリア軍のスノーカモ、うん、とかですね、そちらもうちの方で、うん、好評いただいてるんですけど、まあ、そういうところでちょっとレディースコーデっていうことですね。はい、コーデのポイントはゆったりしてるサイズ感を生かして、足元とかをボトムスはちょっとすっきりめにして、女性らしい感じにちょっとまとめました。今日、なるほどです。なんかウエスト絞っても良さげ、そう、締めてなんかちょっとウエスト絞っても確かにちょっと面白いかもしれないですね。はい、はいはい、じゃあちょっと今日この2名でですね、ちょっとディテールなんかも見つつ、撮影の方をしていきたいと思います。はい、はい、それでは行ってみましょう。はい、ではメンズコーデになります。まあ、デザインとかもまあ、シルエットもそうなんですけど、やっぱり65フィッシュテールと非常にやっぱり似てます。で
白一色であのシンプルなデザインにはなるんですけれども、まあ、こういうあの XL サイズっていうあのボリューム感とですね、まあ、あのシルエットも相まってすごいあのやっぱあのコーデのポイントになるアイテムじゃないかなと思います。かなりあのシンプルですけど存在感っていうか、まあ、インパクトがある、はい、アイテムになります。なかなかやっぱりあの白いアウターって結構あの難しかったりするんですけど、オフホワイト寄りであのその分ですねちょっとあの使いやすいんじゃないかなと思います。まあ本当もう希少なアイテムでこの XL サイズでも本当もう次回は未定となってますんで、ぜひあの注目していただきたいところではあります。なかなかしかもデッドストックコンディションで出てくるっていうことはもう本当そんなにないことだと思うので、こうフィッシュテールもそうなんですけどやっぱりあの袖のシルエットのたまり具合っていうのがなんかやっぱりいいなと思ってしまいます。本当もうここがもうこれのなんか一番の良さじゃないかなって思うぐらい、まあ、あの自分もあのフィッシュテールあの着るんですけどやっぱりあの袖のシルエットっていうのがすごい好きなんで注目してもらいたいところではあります。はい、じゃあディテールの方を取っていきます。まずは袖口ですね、はい、ゴム入りです。結構やっぱあの XL サイズっていうのもあるんですけど、まあやっぱりあのそもそもですねあのオーバーコートにはなるのでかなりあのゆったりした作りになってて、でまあ袖丈なんかも長いんですけどこれあのいい感じにあの程よくテンションの方かかっててですねちゃんとあの袖の方であの止まるようにはなってるので、逆にさっき言ってたあのいい袖のシルエットを作ってくれるあのちょっとポイントではないかなと思います。こういう感じでまあ、生地が結構柔らかいのでしっかりはしてるんですけど柔らかいんで、まあロールアップもいけます。はい、はい、でオーバーコートですのでサイドはあの貫通ポケットになってます。次ですね、はい、ウエストの方にドローコードがついてます。これでまああのシルエットの調整なんかも、はい、可能になってます。特にあのレディースのコーデとかなってきたらもうこのドローコードをあの使っていただいて、ちょっとあの丈なんか、まあ、メンズでもあのいいのかなと思うんですけど、まあ、これですねあの丈調整でも使えるウエストのドローコードと、次フードですね、かなりボリュームがあります。まあ、ここもまあ、今かぶってるんですけど、かぶってない時にこう襟元にかなりこのフードでボリュームが出てですね、そこもシルエットだとか、まあ、デザインのちょっとポイントになってるんじゃないかなと思います。かなり大ぶりなフードです。生地の方はですねコットンナイロンになってるんで、まあ、レインコートとかですねそういう使い方もありっていうところですね。軽い雨ぐらいだったら本当は安心な感じではあるんで保護効果っていうのも、はい、大きい作りになってます。フードの方ですねドローコードもついてます。これで調整可能になってます。まあ、作りとしては両側から引っ張って結ぶ感じにはなるかなと思います。フードの方ですねドローコードついてるんですけど、まあ、襟元こうやってこういう風に開くようなデザインになってるんですけど、もしよかったらここでフード用の紐をですね縛っていただいて
はい、でちょっとここを閉じてちょっとこういう感じもありかなと、ちょっとマウンテンパーカーっぽい、はい、襟元がこれで、襟元のデザインがちょっとあのこんな感じにすれば、まあ、かなり簡易的にはなるんですけど、あの作れるようにはなってるんで、まあ、こういう着方もちょっとありかなと個人的には思います。フロントはですね、あのスナップボタンになってます。あのすごい開閉がしやすいですね、やっぱり。レディースコーデの方っていきたいと思います。さっきあのちょっとももからもあの紹介してもらったんですけど、あのかなりあのちょっとシンプルなコーデ で足元は一応ヒールっていうことで、ちょっとあの女性らしい格好の上にこうちょっとざっくり羽織ってるんですけど、こういうちょっとあのまあサイズがあのやっぱり大きいので、まあそれを生かしてこうざっくり羽織る感じっていうのがやっぱり可愛いかなと思います。今あのロールアップをしてあのちょっと袖丈なんかも調整していただいて、はい、これも結構おすすめな着方です。さっきあのちらっとあの話してたんですけど、ウエストの方にあのドローコードがついてます。で、まあ、ちょっとあのそのドローコードを使って このコーデになるんですけど、あの結構思いっきしあのウエストの部分で縛ってですね、でちょっとそれを利用してあのちょっと丈の方を上げてます。かなりちょっとあのシルエットの方面白くてですね、ちょっとこの着こなしも女性らしさ出ていいんじゃないかなと思います。はい、撮影お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、まああの非常にあのちょっと希少なアイテムで、はい、まあちょっと本当もう前回も言ってたけど、今回ももう本当も次があるかどうかわからないぐらいの感じですね。うん、でさらにまあちょっとあの保管時のあのまあ若干の、そうですね、若干のまああのまあ、日焼けだとかちょっとした汚れだとかあるんですけれども、一応あの今回ですね、本当に希少なあのデッドストックでの入荷っていうことで、ちょっと今言っちゃうんですね、はいはい、もうこれももう本当今のうちのアイテムなので、あのぜひあのチェックしていただけたらなと思います。はい、それではですね、この動画が良かったと思っていただけましたら、グッドボタンの方よろしくお願いします。はい、SNS ですね、あのインスタグラムとかも頑張っておりますので、はい、ぜひそちらも、チェックよろしくお願いします。お願いします。それではさようなら。さようなら。さようなら。はい、この番組はこの番組は視聴者から上にこの番組はこれ大丈夫だ。そこは白い恋人が